こんにちは、さきです。私はバイオリニストをしてるんですが、バイオリニストっていうとよく聞かれるのが、芸能人の格付けチェックっていう番組であるバイオリンの聞き分けってできるってよく聞かれるんですけど、確かにやったことなくって、でそれをやってみたいなと思って今日は検証していきたいと思います。うちには5万円のバイオリンと50万円のバイオリンと500万円以上のバイオリンがあります。これをですね、私の旦那さんもバイオリニストなので、彼に弾いてもらって、見ずに値段の違いが音でわかるのかどうか聞き分けをやってみたいと思います。では行きます。It's not the most expensive. C is the most expensive. Hey!